入れますね。まあ、デトラップ入れるの苦手なんですよね。ちょっと待ってくださいね。HKT ホテルなんだ。え、通知来たの昨日。なんでだろうね。モカちゃんじゃない。人のせいにする。モカちゃんじゃないとか言って。だよね、絶対モカちゃんだよね。待って待って待って。HKT48 モカちゃんの仕業ですね、これは。すごい、ちょっと大丈夫かしら。すごいですね。でも昨日モカちゃんがやろうとしたときに間違えてやっちゃったパティーンですよね。ちょっと待ってくださいね。私本当にね、打つの苦手なんですよ。はい。お迎えが来てるよって。やめてよ。やめてよ。やめてもろて。こんばんは、皆様。テロップいい感じじゃない？できてる。オッケーかな。すごいあれですね、知らない方がたくさんいるから緊張しちゃう。はい、HKT48 チーム H の伊藤イエルでーす。皆様こんばんは。16？違う、15？14 か。14の金曜日にモカちゃんからお電話が来まして、今日月曜日バトンタッチしました。こんばんは。明日は多分13だっけ、13ですね。出すね。13ですね。明日はね、1年ぶりとか、多分去年の夏ぐらいに誰から来たかはちょっと忘れたんですけど、誰からバトンタッチしてくれたかはちょっと忘れたんですけど、やりました。でちょうど1年ぶりぐらいにモカピからバトンタッチしたのでやりたいと思います。なんだっけ、あ、お題ですよね。ちょっとこれみんなどんな話してんだ。お題がね、これってあれか、そうですね、あれ、これってモカちゃんについて話すのかな。モカちゃんとはね、あれですね、仲良しです。仲良しです。なんかいつ仲良くなったかちょっとよくわかんないんですけど、基本3人、モカちゃんと私とさやかといることが多くて、これさ、配信できてるよね、怖いんだけど、ことが多くてですね、あの、これ配信できてるよね、ちょっとちょっと自分の携帯から見ようかな。できてるできてる。いつめんなんかな、なんかね、なんでかわかんないけど仲良くなったの。なんか別に共通点があったとかじゃなくて、あ、でもあまちゃんと私とモカちゃんとさやかと4人でグリーンランド行ってから喋るようになったのかな。でそっからなんか大阪で握手会があった時に
その握手会終わってから、めっちゃ前の話なんですけどね、握手会終わってからその4人でちょっとブラブラしてって感じで、いつの間にか3人で仲良くなってた。謎面、本当に謎面、謎面なのかな、皆さんからとって謎面なのかはちょっと分かんないんですけど、さくらんぼ長く来てる。そう、さくらんぼでね、サーティワンでめっちゃお話ししたりした3人と。あとこの間も会えないのでズーム3人でやってずっと雑談しておりました。そんな感じかな。最近、最近は本当にあれですね、メンバーとも会えてないので LINE したり、3人でのグループで LINE してますね。そうなん、1個上だから学校が一緒なんですけど、もかちゃんとは。だから学校で会ったりとかもすることがあって、学校で自習一緒にしたこともある感じかな。あと先生とも仲いいので、もかちゃんは卒業したけど、その学校に遊びにこの間来て3人でお話ししてました。あ、そう、もかちゃんね、後輩で好きなねメンバー私って入れてくれてたんですよ。もうそれがね嬉しかった。ちょっと私は違う人を入れてたんですけど、申し訳ないけど、もかちゃんはね入れてくれてたからラッキー、売れピーマンって感じ。ゆうたんこんばんは。こんばんは。そう、ちょっと両思い、いやでもさ、一人って難しいじゃないですか。どうしようかなって迷って違う人に入れちゃった。で、お題の話していこうかな。もかちゃんなんて、あ売れピーマン、売れピーマンですね。ちょっと待って、なんて書いてたっけ。あれ、私メモってたのにちょっとどっか行ったんだわ。 あった、理想の夏休みの過ごし方。理想の夏休みの過ごし方は、まあ理想だからもう家から違う、わかります？家は一軒家で、1階の一軒家、2階がない一軒家めっちゃ細かめっちゃ細か1階の一軒家で理想だからね。そう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 、広い一軒家で、なんていうの、朝起きたら顔洗うじゃないですか。そこももうめっちゃ広いなんか大理石みたいな感じの洗面台なの。めっちゃ詳しく超恥ずかしいんだけど、大理石みたいな、そうプール付き大理石のね洗面台なんですけど、でそこでまず顔洗うじゃん。そう、なんかさ、ホテルみたいな感じですね。で朝ごはんはね、理想だって、理想の夏休みの過ごし方でしょ。だから朝ごはんは、まあ、健康的にヨーグルト、フルーツ。だって理想高すぎて絶対あれだもん一日のルーティン理想高すぎ。でもプール私入らないから、あるだけでいいかな入らんけど、入らんけどあるだけでいいかなって。でも家はね、あー、難しい。理想でしょう。人を家に呼ぶか遊びに行くかで迷ってる今。泳げない、泳げますけど
泳ぎたくない。あ、バーベキュー人家に呼ぼう。じゃあ人に家、人呼び、家に呼びますね。その設定にします。バーベキュー、まあ、できない夜に飛んだな。なんでね、え、ダンスルームはいらないかも。ダンスルームいらんかもしれん。パーティーはやばい。おもろすぎ。絶対やるじゃん。なんか一面的な女の子、仲いい女の子を家に呼んで、エアコンは欲しいな。で外でバーベキューするんですよ。なんか通知が来た。ででっかいお肉を、あ、じゃあバーベキューの前にコストコ行くわ。何の話してんの本当に、これ大丈夫？バーベキューの前にコストコに行って、みんなでね、みんなでそのバーベキューするメンバーみんなでコストコ行って、大きいお肉を買います。あとティラミスとか。花壇に出てきそうな家だって。マジ漫画の読みすぎ、違うドラマの見すぎ。理想はね、私運転してたいんですよ。そうで、仲いい女の子4人ぐらいで行きたい。理想だからね。なんか私皆さんあれかもしれない、すごいなんかセレブなさお家さ想像してるけど、私そこまで、そこまでそんな豪邸の理想じゃないよ。なんかなんていうの、難しい。あ、確かに JK の夏休みどこ行った。確かにこれは大人になってからの理想の過ごし方ね。これじゃあ、これは大人になってから、じゃあ22、23ぐらいの大人、あ、夏休みじゃなくない？大人って大丈夫そうこれ。JK、 あのガチのリアルそうな理想の過ごし方ですよね。それはだったら、それだったら東京の家で準備して、制服ディズニーとかいいじゃん。それだね、それだわ、それですね。おかしいわ、ちょっとずれてた私。ちょっとずれておりました。まあやりたいことはそうだね、友達と遊園地行ったりユニバ行ったりって感じですかね。でもバーベキューもしたいのよ。あとスイカ割りもしたい。そう、あ、カメラで写真撮りに行くのもいいですね。いいね、それだったら。わあ、浴衣着たい。あ、待って、いっぱいある。浴衣着てお祭りもいい、それもいいわ。屋台で、バーベキューしたんだ昨日。あ、花火も見に行きたいです。めっちゃ出てくるじゃん、さっきの何だったの。考えすぎってよくないね。ちょっとパンパン出てくるわ。プールはね、好きじゃないからいいんですよ。あのウォータースライダーとかは好きですけど、なんかあんま濡れたくなくて濡れたくなくて、あんま。花火大会行きたいね。でも今ってさ、花火大会
とかやってないからあれですよね、ないですよね。でバーベキューもしたいよ。でも花火大会も行きたいもん。だって夏休みなんていっぱいあるからさ、1日目バーベキューで2日目花火大会とか。では浴衣着たいですね。あとビンゴ大会とかしたい。私あの小さい頃お盆祭りでそのおばあちゃんの家に行ってたんですけど、そこで近くでビンゴ大会とかやってて懐かしい。景品商品もらったりしてました。バーベキューと叙々苑だったらどっち？バーベキュー、夏はバーベキュー。だって叙々苑なんてさ、それダメだね、ちょっと言わないどこ。叙々苑なんてさって言わないとか。何もらえたっけな、鉄板？待って嘘ついた。でも私何回か割とねいい商品もらってたんですよ。なんか洗剤の詰め合わせみたいなのを一回もらって、いやでも鉄板もらった気がするな。バーベキューは海でやりたい。うわ山でもいい、山でもいいな。川じゃん、山か海かな。実用的、使えるのはありがたいですよね。海水浴はねあんま見てるタイプの人あんましない。そう涼しいところがいい。やっぱ焼けたくないから。あキャンプもしたいやりたいのいっぱいある。キャンプしたい。キャンプだったらそのままバーベキューもできるからね。あ温泉も行きたいな。すごいね夏ってさこんなできることいっぱいなんだよ。すごくない？冬休みだったらさ、おせち食べたりとかしかできないけど、夏休みってこんなにもやりたいことがいっぱいある。蚊に刺されそう。蚊に今回あんま刺されてないか。そうなんですよ、宿題あるからダメなんですよ。わあひまわり畑いいね。あ虫か、あんま考えてないわ。あ確かに冬休みだったら温泉もあるね。スキーあんま行かないからな。でも私今さいっぱい言ったじゃん、夏祭り花火大会バーベキュー、あと何か言ったっけ、スイカ割り。まあでもキャンプとバーベキューってほぼ一緒だよね。キャンプをしちゃえばスイカ割りもできるしバーベキューもできるし。わあ釣りもしたい。あじゃあもう釣りもできるじゃん。あ私無人島生活したくていろいろ出てくる無人島生活してみたいんですよ。あキャンプファイヤーいいね。だからキャンプをしちゃえばもうこんなにもいっぱいできる話がコロコロ変わってくる。なんか一回やってみたいんですよね無人島生活。でもやっぱ一人って無理だから、なんか助けてくれる人がいたらいいかなっていう。
肘リゾート、肘リゾート行かせてもらおうかしら。誰連れて、一人誰連れて行く、HKT で。おらん、そんな人いっぱい来てほしいもん。無理無理、決められない、決められん決められん。それはつまんないよね多分これ、今決められないって待って、本当にわかんない。なんかちゃんとやってくれそうな人選ぶね。さやかかな、さやかな気がする。さやかですね。なんか協力してできそう、さやかとなら。なんかどっちも、でもどうだろう、どっちもな、一緒に頑張ろう的なタイプな気がする、さやかとな。だからさやかならいける気がするな。あとやってくれそうだしな、なんでもなんかしっかりしてるからやってくれそうだし、話し合いにもなるからつまらなさそう、飽きなさそう。なんでもなんか、そうそう、動いてくれそうだから一緒に協力できそうです。一人って決めちゃうとこの子はこの子はってなっちゃうからあれですね。そうよ、ドラさんで行こうよ行こうよ、ドラさんで行こう。そうなんですよ、さやかって独り言いいから聞いてるだけで楽しい。その子はみんなで行っちゃおうって感じで、なんかすごい話それてる、すっごい話それてる。まあでも夏にしたいことは、キャンプ、バーベキュー、すごい忘れた、待って、スイカ割り、あ、ビンゴ大会だって言い過ぎてすごい、何言ってたっけ、忘れたんだけど、待って、あ、花火、で花火、もう一個あるよね、多分何個かあった、待って、本当に出てこない。あ、温泉あ、釣りね、釣りもやりたい。金魚すくいは言ってない、金魚すくいは言ってない。なんかラムネ早飲みってこの間やらなかったでしたっけ、 HKT でやりましたよ、ね、あ、車、あ、そうだね、家でバーベキューだからコストコ行ったりする。もう何でもやりたい、もう何でもね、結論のこと何でもいいです。無人島生活、そう、無人島ね、めっちゃあるじゃんね。だって夏ってさ、いつまでですか、皆さんの夏っていつまでですか。私は9月の姉ちゃんの誕生日が9月の後半なんですよ。そのぐらいは別に夏って感じしないから9月の前半ぐらいだと思うんですよ。え、今日まで、それは、あ、高校野球が終わるまで、あ、あるかも。暑くなくなったら、10月はもう秋じゃん、で9月の後半も多分秋なんですよ。だからそれまでに何個かクリアしていきたいんですけど、まず運転とかコストコとかその大理石のやつはもう無理なんで、まあ理想か、理想だから、まあ理想は私はこんな感じです。
できそうなやつできればいいですね。バーベキューとかはできそうじゃないですか。だからさやかとねもかちゃんと一緒にスイカ割りやりたいねって話してて、でどこでやるってどこでやるって話になったんですよ。で家でできないかなってなってまあさすがに無理だよねってなって、じゃあどこでやるって言って海ってなって、でもそのでかいスイカでやるなら全部食べれないよなみたいな話まで言って、家でやりかけたのでうちらこの間話してる流れ的に、レッスン場ももちはまもね一巻編んで出ました。まあできればの話なんですけどね、まあ多分できないだろうと思います。車とかがあればね移動手段は楽なんですけど、やっぱり行くのにスイカ持って行くの大変だもんね。こんばんは。こんばんは。あ、キャンピングカーね。めっちゃいいね。ペイペイドーム。ペイペイドーム。マイコムさん、マイコムさん運転できますもんね。すごいと思う。本当に、なんか羨ましい。いいな。今何分だ？28分。あ、じゃあそろそろ次の方にバトンタッチしようと思うんですけども。ちょっと待ってね。誰だと思いますか？君かもしれません。ちょっと待ってください。連絡してます。でもま想像つく人何人かおると思う。さやまる、関さん、あーちゃん、ゆき、え、今のドキッとした。何のこと？レン君、誰誰ですか？ちょっと待ってって言ってるのでちょっと待ちたいと思います。ここでちょっとモカちゃんに戻る。モカちゃんに戻りますか。30分に電話しようと思ったんですけど、ちょっと待ってって来たので雑談したいと思います。ここだよ。私ちょっと電話かけられる人間違ったかもしれない。みんなさやまるって言ってるけど、さやかこんな声じゃないでしょ。それはね、ユエルの大好きな人だよ。いいよ、もうあわー、ごめん、めちゃくちゃ呼び捨てした今。全然ギガが多いんだもん、ゲーム消しとるんよ。出せる、めちゃくちゃ声のレパートリー多いからな。何個かやって。じゃあよろしくお願いします。
すごい本当にじゃあ明日みょんにちよろしくやってくれますか。任せてください。ありがとう。イエーイ。お題決めなきゃいけないんだけどさ、うん、何がいいかな。やる側が決める感じ。お題。そうだそうだよ。え、そうなの。うん、何にしよう。何それ。ちょっと、え、違う違う、待って、私が決める、私が決めるんよ。あ、ごめんごめんごめん。そう、いぶきでも JK だもんね。 JK 今年から。何がいいやろう。夏休みだしな、うん、今まで何話したか覚えてないもんね。まだね、明日で2回目なんよ。あ、そうなんだ。うん、何にしよう。何にする。何個欲しいじゃん。何個欲しい。うん、うん、2個ぐらいがあればまあいけるかなと。あ、オッケーオッケーオッケー。うん、あ、めっちゃいいのいっぱい来てる。何がいいかな。あ、いいよ。あ、じゃあ一つね。うん、無人島に連れて行くなら、メンバー一人ね。なるほど。私誰って答えたと思う。いぶき。違う。さやかだった。おいおい、あ、じゃあ JK のうちにしたいこと、もう一つ。あー、OK、 分かった。無人島に連れて行きたいものと、うん、JK のうちにしたいこと。うん、いっぱいあるでしょ。うん、いっぱいある。じゃあそれでお願いします。はい、ありがとう。分かりました。元気だね今日も。でもめちゃくちゃ元気よ相変わらずで。よかった。では、うん、明日お願いします。はい、よろしくお願いいたします。バイバイ。バイバイ。頑張って。はい、はい、聞いちゃった。はい、正解というか私が明日回す人はいぶきでした。なんかさ、声変えてたじゃん。全然いぶきって思わんかったやろ。皆さん、さやかとかいっぱい来てた。さやかの声に聞こえたんかなちょっと待って、面白すぎるあの声。じゃあ、あれ止まらない。意外やった。声あれ、え、さやかに似てたんだ。やっぱ電話ってさ違いますよね声。そうなんだ。面白すぎる。本当に面白い。似てた、だって。はい、私はいぶき、さやかじゃない、さやかじゃない、いぶきにバトンタッチしたいと思います。いぶきはね、もう皆さん予想ついてたと思うんですけど、最近っていうか今年に入ってからめちゃめちゃお話しするようになって、後輩で話す、こんな親しくなったのがいぶき初めてだったので、皆さんもね最近仲良しってこと知ってるんじゃないでしょうか。チーブだって。そう、いぶきは私のことチーって呼ぶので、いぶきの配信からチーっていう言葉が出てきたら誰じゃなくて私なので電話本当にイブイブだったんですか。イブキだよ、あれしっかりイブキです。やっぱ声が違く感じるのかな、電話だったら。イブキはチーって呼んでて私はイブキって呼んでます。マジでね、いきなりもうグワーン仲良くなった。でもそんな遊んだことない。
1、2回とかそんなないですね。グループもあチームも違うので、あんまり公演とかも出ないですね一緒に。やばい、あんな声したからみんな疑ってるんだけど、本当にいぶきってぶーちゃん。ちーはゆえるちゃん、ゆえるちちっちか挟んでのちかな。絶対誰にも呼ばれん名前けど、最近はファンの人とかもちーって呼んでくるし、うちわとかもたまに見かけます。ちーのうちわ。でもそれに反応しちゃう自分もいる。ですよ、私のゆもえもるもないし、いはちーであるか。でももうちーでね、いぶきはもう慣れちゃってるから、多分もう変わることはないと思います。ということで、明日の配信はいぶきに回します。なんだっけ、無人島にも連れて行くならと、いぶきも JK なので JK のうちにやっときたいことをお題として出しました。早く自分の名前書きますか。書けない。テストでもね、あれなんですよ、名前が長すぎて多分人よりね遅く始めてるの。そう、最近はねちょっとゲームしてないので、いぶきに怒られております。ではランキングを読みたいと思います。あ、変なのが失踪になった。危ない危ない。よいしょ、読みたいと思います。これみんな13位から読んでますよね。